聖剣伝説3トライアルズオブマン。俺はナバールのシーフ、ホークアイだ。ローラントのリースと申します。よろしくお願いします。シャルロット、大丈夫か？うん。そうかい。どこか怪我でもしたのかと思ってびっくりしたよ。いつもの元気なシャルロットのようだね。アデュサイ様、シャルロットのことでちょっと。おお、ヒース、わしの孫シャルロットがどうしたんじゃ？最近あまり元気がない様子。まだ幼く見えるとはいえ、エルフの血を引く15歳。例の現象を敏感に感じ取っているのかもしれません。そうか、見たまえヒース。マナの女神像が涙を流しておる。そして昨夜の湖の上に現れた光。ええ、夜中だというのにまるで昼間のようなまばゆい光でした。あれはわからぬ。じゃが最近のマナの変動と何か関係があるはずじゃ。
光は対岸のアストリアの村の方に消えた。すまぬが行って調べてきてはくれぬか。はい、かしこまりました。それにジャゾの方からも邪悪な気配を感じます。念のため滝の洞窟には外部の者がウェンデルに入れぬよう結界を張っておきましょう。アルロットさん、行けません。今日は神殿の中にいてください。話すでち、ヒースを助けに行くんでち。意地悪な親父でち、別の場所から出てやるでち。アストリアまで連れてってちょ。アストリアまで行きたいって？無理ですよ。途中の滝の洞窟には怖いモンスターがいっぱいいるから、大人たちみたいに魔法が使えないと。まあ失礼なガキンチョでちね。こう見えてもシャルロットはあんたみたいな本当のガキンチョと違って花も恥じらう15歳。ただ成長が普通の人よりちょこっと遅いだけでち。年上のお姉様の言うことが聞けないんですか？お仕置きでち。わかりましたよ。じゃあ今夜2階のテラスに来てください。とっておきの秘密の方法を試してみましょう。することないから夜までお昼寝するでち。これを誰にも見つからないように用意するのは大変だったんすから。じゃーん、これはバネクジャコといってですね、超すげージャンプができるんですよ。どこで手に入れたかは秘密。生意気言ってるんじゃないでち。こんなもんでどうしようってんでち。これを使えば大人たちに見つからずにアストリアまであっという間に行けるはずです。さあ急いで、見つかったら大目玉食らっちゃいますよ。それやー。お、いけねー、失敗だ。う、嬉しいらね。
いってって。おい、大丈夫か？ダメみたいだな。しょうがない、戻るか。目が覚めたかい？もう大丈夫。ここはアストリアの宿屋だよ。ごめんちゃい。ミックのやつ、帰ったらお仕置きでち。じゃあ、俺は用があるから行くぜ。今夜はもう遅いから、お嬢ちゃんはこのままここで休んでいくといい。Thank you.
ところで何をしている？お前たち、ビーストキングダムの獣人だな。なぜこんなところに？こいつ、ウェンデルの神官だぞ。我々を見た以上、このまま返すわけにはいかんな。ウェンデル信仰の邪魔になる。なんだって？そうはさせん。このガキは。なんでちか、あんたちゃんたち。痛い、離すでち。シャルロット、やめろ。その子から手を離せ。シャルロット、もう大丈夫だよ。でもどうしてこんなところに？ホーリーボールの使い手の割にあっけないな。しかしなかなか高レベルの術者のようだ。こいつは思わぬ広いものをしたわい。うわぁ、バカ！ヒースに何するでちか？なんだこのチビは。引っ込んでろ！突如現れたビーストキングダムの獣人たちとヒースを連れ去った謎の男。シャルロットの周りで何かが音を立てて動き出した。Thank you.
お家に帰れないでち。他の道を探すでち。ヒースに会いた